はい、じゃあ始まりました、ハイチのダラダラジオ第220回でございます。今回はですね、塾でのイベント終わりましたっていうテーマで、撮影してるのが前日の今12月9日に撮ってるんですけど、今日そのイベントがあってね、さっき帰ってきました。なのでせっかくなんでちょっとそれの感想というか、まあ思ったこととかをね、ダラダラ喋っていこうと思いますので、よかったら最後までねお付き合いください。で、まあ、今日ね、5時間ぐらい結構ぶっ通していろいろ喋ってたもんで、喉がね、痛いんですよ。声がちょっと出しにくくって。なので、いつもよりもダラダラ以上のこの声がね、少し元気ない感じに聞こえるかもしれないんですけど、ただただ喉が疲れたっていうだけなんで、気にせずお願いします。で、まあ、ざっくり、話すと、まあ、埼玉県のね、ある塾さんに呼んでもらって、11月に1回、それが中学2年生以下の、方をね集めさせてもらって、で今日が、同じ塾さんの中学3年生の子を集めてね、なんか授業、まあ、授業っていうか、まあ、授業をしたり、二者面談でいろいろ面談で話したりっていうのをねやらせてもらいました。で、一番の感想としては、俺ね個人的な俺の感想はすごく楽しかったっていうのが一番にきます。ただすごく反省がね特にさ、今日さっきまで帰ってきたばっかだから、すごいそのなんかね反省がいろいろ出てくるんですけど、こう今日中学3年生が11か12の、ね、2人来てくれてて、で、まあ、授業したりとかね、面談先にいたりしたんだけど、こういや授業もっと上手くできたなって思うよね。下手くそなとこいっぱいあってさ、ちょっと申し訳なかったなって思ったりとか、まあ、面談で声かける、ね、内容からしても、もうちょっとこういう風に話したら頑張ろうってもっと思わせられたんじゃないかなとかっていう反省がね、なんかもう渦のように湧いてるんだけど、今湧いてきてるんだけど、でもやっぱり何かさ、こうチャレンジする、自分にとっても今回イベント初めてだったから、まあ、11月も含めればね、ですごく緊張もしてたし、正直こう何やろうとかこういう風にやっていこうって考えていく過程で、あうまくいかなかったらどうしよっかなとかっていろいろ悩んだりもしたんだけど、でもこううまくいかなかったらどうしようって、まあ、それをね、そうやって不安になることによって準備をしっかり頑張るっていう風に持っていけるならいいんだけどさ、でもその当日になって、始まる直前になっても、ああどうしようどうしようどうしようってやっててもさ、何もプラスに持っていかないと俺は思ってるのね。そうだから、もう自分ができる準備はやったし、そうやったから、じゃああとは思いっきりできることをやって、で一番は自分自身がそのことを楽しむっていう、楽しむ気持ちは忘れちゃダメだよねって思ってやってきました。その中2年生以下の時も4時間ぐらいやってたのかな、確か。うん、やってたんでね、まあ、計10時間弱、子供たちとね、こうなんだろう、接点を持たせてもらったんですけど、まあ、もちろんね、向こうの、ね、子たちも緊張してただろうし、こう、なんだろう、いっぱいね、そんなわー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 できる感じではなかったんだけど、でもまあ、なんか、良かったです、本当に。自分にとってはすごく貴重な体験だったなと。まあ、塾講師やってたからさ、その頃をすごい思い出しながらやってましたけど、こう、やっぱ教えるっていうか、直接ね、会って教えるっていうことにすごく飢えてた自分がいたから、嬉しかったですね。まあ、もちろん、さっき言ったように反省点とかさ、改善点っていうところはいっぱいあるから、もしね、次もそういう機会があれば、なんか頑張ってね、その辺を活かしつつやっていけたらなと思っております。もちろんね、ご本人にも動画をちゃんと送りますけど、この場を借りてね、その塾の、まあ、の関係者の方、そしてその日ね来てくださった生徒さんね、学生の皆さん、本当にありがとうございました。またね、どっかに行けたら嬉しいないや普通にさ、こう普段やっぱり勉強動画使ってくれてる子たちのさ、教えたいよね。それすげえ思ったの、今回。よくまあコメントくれてる子とかもさ、コメントバーって読ませてもらうと、なんとなくいつもくれてる子ってちょっと覚えるのね。アイコンと名前で結構覚えるんだけど、自分。そう。こういう書いてくれてるからさ、まあ、この子直接教えてとか、なんかこの問題がわかんないんですけどって書いてあったりすると、あー、生きてーとかね。っていうのをね、すごく思いましたね。だから、それがさ、願ったところで、頻繁にできることではないから、それはね、すぐには叶えることはできないんだけど、
まあ、それをその思いをさ、なんだろう、直接会って授業っていう風には持っていけないけど、それをまあね、これから撮る勉強動画とか、まあ、そのプチ相談シリーズにしてもそうですけど、その辺のモチベーションとか動画の内容に生かしてね、これからもちょっと本当がもっと頑張ろうって。もう2017年終わってしまいますけど、2018年もね、また気合い入れて兜のを締め直してね、頑張ろうっていう風に思わせてもらいました。はい、っていう感じです。で、メッセージカードか、そうですね、ちょっと前に募集させてもらったメッセージカードなんですけど、あのツイッターではねちょっと上げたんですが、今日だから、投稿してる日からすると金曜日ですねに30人分、書いて、ポストに投函してきました。まあ、ちょっと倍率が高かったんでね、外れてしまったのを送れない方の方が多くはなってしまうんですが、ひとまずあの選ばせてもらったというか、結構最後はランダムでしたけど、ランダムで選んだ30人の方にね送らせてもらったので、もしね届いていたらぜひねチェックの方お願いします。あとは12月は自分は家庭教師イベント、ちょっと動画ではね告知してないですけど、家庭教師イベントをねやるので、今そのなんだっけ、当選者選んでる段階なんですけど、それとみんなからもらった質問コーナーとリクエストコーナーですね、ちょっとね12月恒例のふざけた俺の中ではねふざけたね動画を1本撮って、それで12月が終わる感じかな。まあ、あとはね勉強動画とかも普通に撮りますけど、で、これはいつ喋れるかわからないんですけど、あの1月のね頭に、俺個人的な思いとしてはちょっとも結構ねびっくりするようななんかことが1個ありまして、ただそれが動画になるとかなんか YouTuber 絡みとかそういうことじゃないんだよ、 YouTube 全然関係ない内容のことなんですけど、そう、そういうことがあって、もしかしたら2018年もねなんかいろんな意味で変わる年、自分にとっても、変わる年になるのかなっていうのを予期するようなことがね1個1月にあるので、まあ、それが形になるのかなんか分かんない、話が進んだりした時にちょっとね話せるようになったら、まあ、ダラダラ上で話したりとか、あと顔出し動画で撮るか分からないですけど、まあ、そんなこんなで、まだ2017年あと20日ぐらい残ってますけど、ひとまずね、まあ、2017年最後ねちゃんと締めくくって、2018年もいいスタートを切ってね、1年間バシッと走り抜けれるようにやっていこうと思います。はい、という感じでございました。ではね、ちょっとね今回短いんですけど、今回はね愛知のダラダラジオ第220回塾でのイベント終わりましたというテーマで喋らせていただきました。今回もね最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。すごく最近寒くなったよね。まあ、住んでる地域のみんなの地域にもよると思うんですけど、あのめちゃくちゃ風邪ひきやすいようななんか寒さと乾燥具合になってますんで、まあ、受験生の方もそうじゃない方もあの体が一番、ね、体が資本ですから、体調管理気をつけて、冬を乗り切って、受験生の方は、春にねいい涙を、嬉し泣きっていう涙を流せるようにね、ラストスパートぜひね頑張っていきましょう。ではまたね次回もよろしくお願いします。今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。